どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グールリ、インボーク、スペシャルガシャ、歴代のスペシャル限定キャラクターたちが大集合したスペシャルガシャ、毎日10枚ずつ配られるチケット、で引けるチケット専用のこのスペシャルガシャと、核宝石を消費して、回すことができるスペシャルガシャ、2つあるんですけども、今回は石を消費する方を引いていきたいと思います。で、石を消費する方はですね、10連、引いてて、ステップ3まで行くとですね、このピックアップの限定キャラが1体確定で出るのと、またまたステップ5でもですね、1体確定で出る提供割合となっております。かなりお得ですね。で、前々回の動画ぐらいですね、引くかわかんないよって言ったんですけど、この指名配信1体引いたっきりですね、熟練度上げてないんで、促進剤の節約も兼ねてですね、ここでね、しっかりと当てて、熟練度を上げていこうかなと、はい、思います。では、引いていきますか。さて、ステップ1、ステップ3、ステップ5以外でも SSR 確率上がるのかな。それはないか。基本的に SSR の確率は 5% で、ピックアップが、1% かな、普段は。おっと、2枚。まあ、グールか。排星ではないな。グールの、スペーゲン持ってないのはリゼかな。なるほどね。まあ、これはまあプレミアムと。多分ね、ボックスにね、空きがないからね、ボックスを整理しろ的なやつは来ると思うんだけど。開けてくんの忘れましたね。さあ、SR、サクサク引いていくよ。さて、ここで、スペシャル限定のキャラが1体確定なわけですが、どうせなら持ってないフクロウとか、リゼとかも欲しいところではある。持ってないの、その、誰だっけ、前回の動画でも言いましたね、100連の時にも。チケットの方で100連した時にも確認した。おっと、これ操作感、これワンチャンあるのでは。おっ、マジか。入るね。なるほどね。大当たりなんだけど、申し訳ないけど、熟練度はもう上げきってるんだ。なんかあれなのにね、前にも言ったかもしれないけど、120% とか言った時に、そんながっつり火力は上がんなくても、なんかステータスとか上がるようになればいいのになって思いますね。コーヒーシステムみたいな感じで。さあ、グール。これはプレミアムかな。あと、1ヶ月ぐらいしかこのゲームはできないわけですが、もうそこまで石たまんないかな。あと1周分回すぐらい石はたまんないような気がしますね。もうこの前ボックス拡張したばっかりのさ、すげえガチャを引かしてくれるからすぐパンパンになるんだよね、整理しないと。レアキャラも使ってなんかやればよかったな。ただレアキャラじゃもう今のクエストどれクリアするの難しいんじゃないか、 C ですらも。ストーリーなら、まだワンチャンあるかもしれないが。さあ、最終ステップ回していきましょう。出ねえかな、ハイセイ。出てくれないか。来い。グールか。なら、ここはゴールデンウィークリゼ。2年半越しの正直。なんかこの前ピックアップ来てたような気がするわ。おっと、なるほどね。持ってなかったわ、タタラ。そういえばラッキーだわ。おー、なるほど。ハイセかタタラ、どっちかをちょっと熟練の 100% するか。促進剤一応100個あるんだけどね、節約したかったんですよね。なるほど。個人的にはかなり大当たりです。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。